台湾平民美食 Part 1 台湾 BQ グルメ Part 1。说到台湾的美食，你会想到什么呢？是不是会想到很多各式各样的美食呀？那我们今天要教20种台湾的美食，让我们一起来看看吧。铁蛋、鉄卵、酸梅汤、梅ジュース、鱼丸汤、魚のつみれスープ、鱼酥、魚クッキー、小笼包、小籠包、珍珠奶茶、タピオカ、ミルクティー、炸地瓜球、揚げ芋団子、マンゴー冰、マンゴーかき氷、臭豆腐、シュー豆腐、アゲ、アゲ、凤梨酥、パイナップルケーキ、胡椒饼、胡椒餅、炸花枝丸、揚げイカ団子、猪血糕、豚の血餅、烤鱿鱼、イカ焼き、传统喜饼、喜饼、巨无霸冰淇淋、ジャンボソフトクリーム、炸虾卷、エビのつみれ揚げ、古早味蛋糕、台湾シフォンケーキ、乌龙茶、ウーロン茶。以上的美食你都知道怎么说了吗？接下来我们要进入句型的单元。当你要介绍美食给其他人的时候，就可以这么说哦。これは何ですか？这是什么呢？これはです。这是。底线部分的话呢，要放入食物的单字。どうですか？吃起来如何呢？味道或是口感如何呢？です，吃起来。那底线的部分呢，是要放入形容词的单字。那我们就试着带入句型看看吧。これは何ですか？これは梅ジュースです。どうですか？酸っぱいです。甘いです。これは何ですか？これは鉄卵です。どうですか？しょっぱいです。硬いです。これは何ですか？これは魚クッキーです。どうですか？サクサクです。しょっぱいです。これは何ですか？これは魚のつみれスープです。どうですか？あっさりです。ジューシーです。これは何ですか？これは揚げです。どうですか？しょっぱいです。熱々です。これは何ですか？これは小籠包です。どうですか？ジューシーです。熱々です。これは
何ですか？これはタピオカミルクティーです。どうですか？甘いです。美味しいです。これは何ですか？これは揚げ芋団子です。どうですか？もちもちです。甘いです。これは何ですか？これはマンゴーかき氷です。どうですか？甘いです。ふわふわです。これは何ですか？これは臭豆腐です。どうですか？臭いです。美味しいです。大家有没有对这两个句型很熟悉了呀？那接下来我们来做做看对话练习吧。我先以古早味蛋糕为例。これは何ですか？これは台湾シフォンケーキです。どうですか？ふわふわです。甘いです。美味しそうですね。食べてみませんか？いいですね。美味しそうですね。就是、看起来好像很好吃呢。食べてみませんか？就是、要不要吃吃看呢？いいですね。就是好呀的意思哦。那这次换你来回答，随意带入自己喜欢的食物就可以了。これは何ですか？どうですか？美味しそうですね。いいですね。皆さん、よくできました。大家都做得很棒哦。那我们下一支影片见。